よーはい、はい、いやー俺らの夏も終わったな。ほんとなー、あれも楽しかったわ。俺らバッテリーだったら優勝できると思ったんだけどな。全然ダメだった。あのさ、いい？うん。いや、俺さ、うん、明日告白しようと思って。どうした？どうした？いや、偶然なんだけど、俺も明日言おうと思ってた。え？明日？うん。最悪だよ。相手は？最悪。あ？相手。愛ちゃん、知ってんだ。俺もだ。知ってたよ。お前が好きって。日にちまで被ったか。俺らさ、小さい頃から一緒にいてずっと被ってたじゃん。あ、例えば好きな食べ物も、うん、野球のポジションも。そうだよな。まあ、お前がピッチャーで俺がキャッチャーになったけど。だからさ、今回は譲ってくれよ。は？いいじゃん。何？何？野球のポジションぐらいさ、譲ったんだから。ピッチャーやりたかったのか？やりたかった。今回譲ってくれよ。嫌だよ。え？嫌だ。いや、嫌だっつっても、俺…いや、分かってるよ。お前が愛ちゃん幸せにできるって分かってるけど。じゃあ、いいじゃん。譲りたくねえ。俺もだな。じゃあどうすんだよ。どうしよっか。どうやって決める？一緒に言うか？いや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 。困るか。無理だって。どうしよっかな。え？相撲でも取る？やるか。いや、それかあれやるか。何や？ちっちゃい頃よくやったやつ。どっちのが多く、うん、カブトムシ捕まえられるか。本気言ってる？舐めてるな。クワガタは、ま、勝ったことねえけど、はい、カブトムシは負けたことねえぞ。すごい、ちょっと作りすぎた感じはあるけど。あのさセリフのようなセリフを言ってるけど、まあいい、まあいいかと。いや、まさにこう自分でもセリフのようなセリフを言ってる。言ってみたが。ちょっと臭い感じになっちゃってて、はい、恥ずかしかった。こう対面だったんで、うん、そのまあ、しかも何かをしながらっていう難しさもあったんですけど、うん、まあ唯一一番ちょっと気にしちゃってるのは、そのセリフの中で、うん、小さい頃っていうセリフを小さい頃って言っちゃったらめっちゃキモいなと思って自分で。へえ、細かい。これだけ反省です。それが、それだけ反省。それが一番、それが一番の反省です。一番の反省。小さいこれなんか、ダサいな。はい。うい。いやー、俺たちの夏も終わったな。本当な。一瞬だったな。カブトムシをどっちが多く捕まえられるか。しょうもね。クワガタは負けてたけど、カブトムシは負けたことないしな。はい、すまない。あれ、大会終わり。だから寺坂君の2人で。はい、はい。野球知らない。はい。もう、俺らの夏終わったな。優勝できなかったな。優勝できなかったな。そうだな。だから一個だと思う。いや、俺野球本当はピッチャーやりたかったんだよな。そうなんだ。でもキャッチャーになったな。そうなんだ。あのさ。
俺明日告白しようと思ってんだよね。誰に？はい、実は俺も。え？俺も告白しようと思ってた。マジかよ。好きな人はね、かぶるとか。マジかよ。好きな食べ物も一緒だしな。え、それすごいじゃない？これない。小さい時から俺たち好きな食べ物とかも一緒だったしな。そうだな。ポジションも。ポジションあ、ポジションも。あ、本当はピッチャーやりたかったけど譲ったし。ピッチャーやりたかったのか。俺に譲ってくれね、今回。やだだよ。それだけは譲れねえよ。何で決める？どうする？いいよ、ちょっと待って。何で決める？久しぶりにやるか。久しぶりにやるか。久しぶりにやるか。相撲違えよ。小さい時よくやったやつ。カブトムシどっちが大きくどっちが多く捕まえれるか。クワガタは捕まえてないけど。しょうもない、しょうもないな。しょうもないな。はい、いいですよ。どう、だいたいいけると言ってました。全然なんかダメでした。話してた内容を覚えてても、どっちが喋ってたっていうのまで覚えてなかったから、相手のセリフ言っちゃったりとか曖昧でした。どう、覚える意識で見てなかったから、うん、やるのが難しかったです。